それでは今回は先取り特権について解説をしていきたいと思います。まあ、先取り特権という制度はどういう制度かというと、まあ、法律が債権者の平等の原則を修正してまで、まあ、特別の債権を保護しようというのがまあ制度になります。ですから、法律が定めている特別の債権、法律に規定してある債権を持っているものが債務者の財産。これは総財産であったり、特定の動産であったり、特定の不動産から、まあ 一般債権者から、一般債権者より優先して、弁済を受けることができるという法定担保物件になります。例えば、給料、給料をもらって働いている従業員が、会社から給料を支払われていない場合に、まあ、会社が倒産をして、でまあ、財産を総生産するような時に、そのまあ売却代金から、給料債権として、一般債権者よりも先に優先して、弁済を受けると。先取り特権を行使して、弁済を受けると。 この給与債権というのは、その本人とか本人の家族の正規を維持するために必要不可欠なものなので、これは法律に規定があって、こういう債権を持っている人は、他の債権者よりも優先して先取り特権を認めようというのが先取り特権になります。 ですから、先取り特権の性質としては、法律に規定があれば、当然に先取り特権が行使することができるので、契約とかによって成立させることができないと。これを法定担保物件と言います、ね。逆に、定当権とか質権というのは、契約によって成立させることができるので定等、定当権質権は、約定担保物件というような形でします。 また、法律が、先ほど言いました、法律が先取り特権の非担保債権と認めていない限り、先取り特権を整理しないと、行使することができない。また、他の担保物件、定当権、質権とか、そういうものと同じような性質が先取り特権にもあります。それは、不自由性があると、まあ。債権がなければ整理しないし、債権が証明すれば証明するという不自由性。あと、随伴性。債権に伴って移転するという随伴性という性質があると。そして、不可分性。 債権の全部の弁債を受けるまで、その目的物全部について、こういう力を及ぼすことができると。で、物上代償。これは売買、商品が売買された場合に、その売買代金に対して、再先取り特権を行使することができるというのは物上再生。この多分物件の性質が先取り特権にもあります、はい。で、この先取り特権の種類ですが、先ほど言った債務者の財産に対してを行使することができると。 いいやつで債務省の財産。これは、総財産であったり、特定の動産であったり、特定の不動産で3つに分かれます。まあ、総財産に先取り特権を認めるというのが一般の先取り特権になります。ですから、この一般の先取り特権は、債務省のすべての財産に先取り特権が行使することができるので、奨、ま、学、あの債権に限定して、まあ、法律は規定しています。で一つがもう一つが、動産の先取り特権。 これは不動産の賃貸借とか、旅館の宿泊、旅客、または荷物の運輸あるいは動産売買、動産保存とか、そういう債権を持っているものが特定の動産に対して先取り特権を有すると。一番有名なのが、動産売買の先取り特権です。買い主、商品を売った,売,った売り主が、買い主が代金を払わないと。だ払わないから、その売った商品に対して売り主が動産売買の先取り特権を取得すると。 ですが、その、飼い主に売り渡した商品が、動産、競売されたり、それが転売された場合に、その転売代金を差し押さえて、動産売買の先取り特権として、優先的に売買代金を回収することができるというのが、動産売買になります。そして、債務者の特定の不動産に対して先取り特権を行使することができるのが、不動産の先取り特権になります。これは、不動産保存、不動産工事、不動産売買から生じた債権。 持っているものが債務者の特定の不動産に対してもう先取り特権が認められているというのが先取り特権の説明になります本試験でもまあ処方的というか簡単なことが聞かれているのであまり深入りせずにまどういう権利なのかということがパッと頭に浮かぶようにしておいてください本日はこれで解説を終了いたしますありがとうございました